白川。皆さんこんにちは。は品川ニュースの時間です。では最初の話題からご覧ください。9月10日、大崎ブライトコアホールで五反田バレエアクセラレーションプログラム2021のキックオフイベントが開かれました。このプログラムは IT 分野で急成長を目指す個人や起業後間もない IT スタートアップ企業を対象とした支援策です。参加したのは19事業者、幅広い年代の起業家たちです。キックオフイベントではパートナー企業の紹介や参加者の事業サービスの説明とプログラムに参加する意気込みを発表。その後グループに分かれて名刺交換するなど交流を深めていました。品川区の皆様がこれから一緒にいろんなことをできたら嬉しいなと思っております。参加事業者はパートナー企業10社より各種技術サポートなどの特典が利用でき、来年3月まで事業計画やホーム、コンプライアンス、マーケティングなどの研修、先輩スタートアップとの交流会、金融機関やベンチャーキャピタルを招いての発表会などが予定されています。五反田文化センターでは11月28日までの土日祝日に五反田宇宙ミュージアムが開催されており、期間中さまざまな特別番組や展示が行われています。9月11日には特別公演ブラックホールへの挑戦が開催されました。国立天文台の本間教授を講師に招き、ブラックホールがどのような天体なのか、ブラックホールの撮影に成功するまでの過程などが説明されました。もし観測者が右側にいる、プラネタリウムでは9月26日までの土日祝日に少年と雪だるまの旅を描いた特別番組ノーマン・ザ・スノーマンを上映。上映後には特別展示有人宇宙飛行60周年記念企画展示を見ることができます。人類初の宇宙飛行士ガガーリン直筆のサイン本や隕石の実物など貴重な品々が展示されています。9月11日と12日の2日間キュリアンで品川アーティスト展2021が行われ、 YouTube で生配信されました。このイベントは品川区の文化芸術を振興する取り組みの一環として、品川を中心に活動するアーティストたちに光を当て、多くの人にその活動や作品を紹介するもの。アーティストの支援と区民が気軽にアートに親しめる機会とするために品川文化振興事業団が主催し、毎年開かれています。平成21年にスタートし13年目を迎える今年は、昨年同様新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客で開催。やっぱここまで行かないと撮れないっていうことが、やっぱその写真の魅力なのかな。その上で今回のイベントには品川区ゆかりのアーティストたち8組が参加し、それぞれが手がけた作品の数々を展示しました。またマスコットコンテストで区民に選ばれた品川アート活動応援マスコットシナアートの特設コーナーや、アーティストたちが直接自身の作品を紹介するコーナーなども設置。さらに会場のステージではダンスや盾のパフォーマンスも披露されました。12日にはスペシャルトークを開催。アニメなどで活躍する声優の山口勝平さんと、大崎駅西口商店会マスコットキャラクターの大崎一番太郎が出演し、イベントを盛り上げていました。
で都市的に今回みたいなこう機会をもらえて、なんか、まあ、カメラ越しですけれども、なんか皆さんにこう語りかけられるっていうのは本当に楽しかったですね。ありがとうございます。9月14日大原小学校で子どものための伝統文化芸能体験授業が行われました。はい、お願いします。僕は、落語家。これは子どもたちが日本の伝統文化芸術に触れ、日本文化に対する理解を深めることができるよう東京都歴史文化財団が主催。チューリンガーのブーリンガーのポンポコピーのポンポコなの。今回は桂枝太郎さんと三遊亭花金さんが落語の体験授業を行いました。授業では体育館にテーブルと赤い布で設営した講座を用意し、子どもたちに落語を披露。最初に落語の所作についての説明が行われ、目線を変えることで複数の登場人物を演じたり、扇子を使ったさまざまな表現を実演しました。続いて花金さんが与太郎話の出張を披露。枝太郎さんは鶴を披露しました。おかずは鮭？そうじゃないよ。表でない方が裏だと教えた。落語はめっちゃ楽しいし、想像していることが分かるので、ぜひ見てって言っときます。そばとかうどんの違いを出せるとこがすごいと思いました。落語に興味を持ったので、また見てみたいです。続いては品川の風景です。今回は東品川海上公園のススキとパンパスグラスをご覧ください。パスグラスモフモフしてて可愛いんですけれども、怪我をするので絶対に触らないでくださいね。では続けてニュースをお伝えします。9月は世界アルツハイマー月間です。品川区では町ぐるみ、地域ぐるみ、品川ぐるみで認知症になっても安心して住み続けられる町づくりに取り組んでいます。品川区役所前の花壇には認知症支援のイメージカラー、オレンジ色のマリーゴールドの花がきれいに咲いています。区役所3階の連絡通路では24日まで認知症本人の生の声をメッセージにしたパネル展が開催されています。パネル展では認知症本人の現在の思いや認知症と分かった時の気持ちなどがまとめられています。パネルの周りには介護サービス利用者の皆さんが作ったリボンが飾り付けられています。また9月6日には品川区役所プラッツァに懸垂幕が掲げられました。認知症とともに生きるという書を書いたのは、書道塾を30年以上にわたって経営してきた東京認知症希望大使の岩田さんです。認知症とともに生きるという言葉は、岩田さんが認知症希望大使として皆さんに伝えたい素直な気持ちとのことです。自分の力でね、一生懸命生きてる人たちの力になることがあればやりたいなと思ってます。今回のニュースは以上です。この後も品川ホットホットをお楽しみください。